はい、ケイです。今回は俺たちの村田爆発フェニックスリーグセーブ試合レポートということで、今回もね、昨日に引き続き本日行われましたライオンズのフェニックスリーグの試合を振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、フェニックスリーグ4日目 VS ソフトバンクということで、今日はねソフトバンクとフェニックスリーグ試合がありました。スコアが以下の通りになります。8対3でライオンズ、今日も大勝ということになりました。まあ、これで一応フェニックスリーグね、初戦のファンファーイーグルスとのね試合はちょっと負けてしまったんですけど、その後ね中日、登山ベアーズ、そしてソフトバンクと3連勝ということでね、非常にこのフェニックスリーグ、まあ、チームの状態としても良くなってきているのかなというふうに思います。で、今日もね、16安打8得点ということで、まあ、ピッチャー陣はね、ちょっとやっぱソフトバンクのね、まあ、2軍だったり、まあ、あとね、ちょっと主力も何人か出ていたというところもあってですね、まあ、3失点はしてしまったんですけども、まあ、しっかりとね、点を取って、勝つことができたということでした。ピッチャー陣、今日は継投は先発が上間投手で、上間投手が6イニング、その後山田投手、豆田投手、ロペス投手、1イニングつないでね、勝ったというゲームでした。それではですね、野手陣から見ていきたいと思います。今日のオーダーがこんな感じですね。1番モンテル選手、2番ヒルマ選手、3番山村選手、4番村田選手、5番ガルシア選手、6番小玉選手、7番中見川選手、8番古石選手、9番金子選手というようなオーダーでした。はい、で、まあ、1番のモンテル選手が5打数の1安打、ヒルマ選手が5打数1安打、山村選手が5打数の2安打、村田選手が5打数2安打2打点、ガルシア選手が5打数0安打、小玉選手が5打数の3安打、中見川選手が3打数の1安打、1フォアボール、古川選手が1打数1安打、古石選手が4打数の2安打、1フォアボール、金子選手が5打数の3安打ということでした。はい、まあ今日もね、本当にとにかくライオンズですね、打ちまくりました。スタメンは本当にガルシア選手以外全員ね、ヒットが出たということでしたね。山村選手も2安打の活躍、村田選手も2安打2打点、しかもね、2本ともツーベースが出たということで、まあここら辺やっぱりね、皆さんの期待の大きい選手たちがこういうふうにね、結果を残してくれてるのは非常に嬉しいことなのかなというふうに思います。あと古市選手もね、昨日も2安打2打点の活躍だったんですが、今日もね、しっかりと2安打に1フォアボール選んで、まあしっかりとね、3出塁の活躍見せました。で、金子浩二選手もちょっと当たりがね、出てなかったんですけれども、ようやく出ましたね。しかも3安打ということでね、活躍を見せました。まあ、特にやっぱり村田選手ですよね。まあ、長打2本出たっていうのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうにも思いますし、まあ、中見川選手もね、本当に痛烈な打球をね、レフトの、頭の上を越えていく打球を打っていましたので、まあ、状態も上がってきているのかなというところです。であと、古川選手もね、やっぱり途中出場ではあったんですけれども、しっかりとね、ヒット1本出たっていうところもね、良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、欲を言うと、やっぱり蛭間選手ね、もう少し頑張ってほしいなというところはあるので、一応今日ヒット1本出たんですけど、これもね、ポテンヒットだったので、まあ、あんまりいい当たりってところは出てないんですよね、正直。だからちょっともう少しね、蛭間選手はやっぱりね、いい打球をもう少し増やしていけるように頑張っていってほしいなというふうに思います。で、山村選手も、まあ今日はね、全部強い当たり打ってたんですよね。センターフライもそうですし、まあセカンドゴロも結構強い当たりで、ボンダも結構内容良かったので、まあ今後期待できるんじゃないかなというふうに思います。まあ野手に関してはね、とにかく本当に状態非常に良くなってきておりますので、まあまたね、期待の若い選手たちの活躍、今後どうなっていくのか注目していきましょう。続いてはね、ピッチャー陣見ていきましょう。まず先発の上間投手、6回103球6安打、1奪三振、3フォアボール、3失点ということでした。まあちょっとね、上間投手に関してはね、一応試合は作ってね、クオリティスタートはしたんですけど、まあちょっと内容的にはね、苦しかったかなというふうに思います。三振も今日1個しか取れませんでしたし、フォアボールもちょっと3個ということでね、まあ多くなってしまいました。まあ結構いい球投げてはいたんだけれども、まあそこをね、見逃されてしまったりとか、まあちょっと審判に取ってもらえなかったりとかところもありましたし、まあちょっと正直ね、柳田選手と山川選手が今日はね、3番4番に入っていたっていうのがあったので、まあ結果的に山川選手にね、タイムリー浴びて失点してしまったっていうのもあったんですけれども、まあちょっとね、フォアボールはもう少し減らしていけたらね、いいのかなというふうには思いますね。で、今日は中継ぎ陣非常に良かったですね。まず1人目が山田陽翔投手、1回無失点ということだったんですけれども、まあちょっとデッドボール、フォアボールね、1個ずつ出してしまったのは、まあ要改善かなというふうには思いますが、まあ三振2個取れたところはね、めちゃめちゃ良かったんじゃないかなというふうに思うし、やっぱりこう三振非常に彼は取れるピッチャーになりますので、まあ今日もね、それをしっかりと発揮してくれたのは良かったかなというふうに思います。まあ来シーズン1軍デビューところを目指して頑張っていってほしいですね。続いては豆田投手なんですけど、豆田投手もね、まあ、しっかりと1回無失点ということでした。まあ、ただちょっともう少し球速はね、出していけたらいいのかなというふうには思いますね。そして今日一番すごかったのはこのロペス投手ですね。1回2奪三振無失点、パーフェクトピッチングでした。
まあ、しかもですね、まあ、球速もね全部150キロほとんど超えてましたね。柳田選手のレフトフライがあったんですけど、多分それだけ149キロで、それ以外全部150キロ超えていて、最速も153まで出ていったと思いますので、非常にね投球内容良かったですね。まあ、あと基本的にこのスライダーとねまっすぐの2球種だけなんですけど、スライダーもね今日キレキレで本当に空振り取りまくっていて、最後リチャード選手もね3球全部スライダーで3球三振取っていたので、まあ、非常にロペス投手はね、これ来シーズン試合下になる可能性一番高い選手といっても過言ではないぐらい、まあ、本当に春先はね、あの150キロなんてボール全然出てなかったんですよ。で、なかなかこう変化球も空振り取れないところで苦しんでいたんですけど、ここ最近になってきて本当にこうすごく球速も出て、150キロオーバーがもう当たり前のようになってきましたし、まあ、あとさらにそれにスライダーもね、非常にいいキレがあって空振り取れるようになってきておりますので、本当にこう春先からこの秋にかけて、まあ、成長著しい選手の一人なんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、僕ねこのフェニックスリーグ始まる前でね、この山田投手と、まあ、ロペス投手2人がちょっとね注目していますっていう話だと思うんですけど、まあ、本当にねこの僕が注目している2人が、まあ、すごく今日もいいピッチングしてくれてね、僕もすごく嬉しいですし、まあ、この2人の今後の成長ところ非常に楽しみなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、フェニックスリーグ今日の試合振り返ってきました。まだまだねフェニックスリーグ続いていきます。明日は確か4試合なかったと思うんでね、また明後日以降試合あると思うんですけれども、どんな試合をしていくのか注目していきましょう。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですねライオンズの分析や解説考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録そして高評価がね僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。